皆さんこんにちは、寺本莉央です。なんとカレンダーの時にメイクしてくださるメイクさんに私の好きなメイクをしてもらう企画になっております。本日はよろしくお願いします。お名前はナンバ、メイクのナンバです。お願いします。で、今回は私がずっとやってみたかったメイクがありまして、私こう見てわかる通りの黒いんですよ、肌が。なのでこの肌が黒い人にも似合うようなメイクをしていただきたいなと思います。結構色白の方に憧れてメイクを真似してみたりとかもするんですけど、やっぱり色白の方と色黒の方は全然違うんですね。同じメイクをしてもやっぱ浮いちゃったりとか、肌がね、逆に黒く見えちゃったりとかするので、それをプロのメイクさんにしてもらおうという企画になっております。私は今すっぴんなんですよ、皆さんお気づきでした？はい、あんまなんか初めて見た瞬間から黒いなっていうのが分かると思うんですけど、これが今のすっぴんなので、これからどう変わるかっていうのを皆さんにメイクしていただいてやっていきたいと思います。どんなメイクが色黒さんには合いますか？そうですね、でも色味としてはなんかピンク系っていうよりはオレンジ系の方が肌馴染みがいいのと、なるほど、あとは無理に白くしようとしない、はぁ、黒を逆に生かすなんか首との差が出ちゃうと顔だけ前に出て見えちゃうから、そこはなんか肌に合った色を使う。ファンデーションとかもワントーン高いとかよりももうもろ自分の色を、自分の色に合うようなのが。合うようなので、なんか、明るくしたいところはハイライトでやるとか。なるほど。の方が顔が立体的に。なるほど。思います。じゃあ、早速お願いします。はい、やっていきます。はい。じゃあ、今、すっぴんの状態なので、はい、スキンケアから。はい。いきます。やだー。大公開。おでこ大公開。おでこ大公開。こんなメイクしてる姿を。いや、普段だってメイクルームにはすっぴんの状態でカメラとか入れないですからね。入れない。恥ずかしくて入れない。入ってこないっていうやつ。ああ、恥ずかしい。メイクさんの方って基本コットン使ってるじゃないですか。それは意味はあるんですか？これはまあでも拭き取りも兼ねてやってるんですけど、でも全然手でやる人もいるし、私も手でやるときあります。あ、そうなんですね。だいたい家でやるとき、コットン使うのめんどくさくって。うん、でも全然手で入れていっていいと思います。じゃあ特に変わりはないってことですか？そうですね。らしいです。で、結構化粧水をたっぷり入れてあげると、夏場もほてった肌もちょっとひんやりするので。日焼けもしにくいってことですか？日焼けした後とかにいいですね。私、すぐ日焼けします。吸収しやすそう。言われた。間違いないです。でもシミになりにくいってことなんです。あ、私シミはもうできないんですよ。ちょっと焼けてるけど。はい。これは何ですか？クリームです。クリームですね。クリーム。続いて下地です。下地。色のついてないものを見ていきます。はい。本当だ。色がついてない。塗ってるか塗ってないか分かんないぐらいですね。そうですね。軽い。なんか、その下地の段階で、はい、日焼け止め入ってるやつとか、を塗ってあげると楽かもしれないですね。まだ何も変わらない。そう。根元とかってよく動くところなので、本当だ、結構オレンジ。硬いものよりは柔らかい。ファンデーションとかを塗ってあげた方がいいです。これはもう別にコンシーラーじゃなくてファンデー。でもいいです。あ、ほんとだ、全然違う。こっちとこっち。これ塗るだけでも。違う。結構指でメイクする人多いと思うんですけど、はい、使うときはなるべく人差、薬指か中指を使ってあげるといいです。一番力が入りにくい指だから。私はいつもここですね。ここ。謎にこうやっちゃいます。こういうスポンジ見たことあります？あります。100均とかにも売ってるんで、使い捨てにもできるんですけど、
伸ばして、そう、塗って、なんかちょっと置いて、うん、こういうスポンジで叩いていく。うわ、すごい。で、これちょっと水で濡らしてるので、うんうんうん、ちょっと冷やしながら。おぉ。綺麗。そう、馴染みやすい。全然違う。なんか色んな。めっちゃ綺麗。カバーできるかな。ラララロ。あ、もう超綺麗じゃん。でもあんまり隠すのもないから、そんなに塗らなくて良い。俺食い。今日はなんかちょっと、カラーメイク、はい、その色が暗めの人にも合うような色味で、うん、嬉しいですね。そう、粉もちょっと薄付きにしてるので、すっごい綺麗。薄付きの方が崩れにくいですね。めちゃめちゃ綺麗。眉毛描こうかな。はい、眉毛。なんか眉毛結構ね、印象が変わるから確かに先にやっちゃう。でもなんかしっかり眉毛ある人はこう描くっていうよりは足りないところを埋める感じ、うん、なんかほんと眉尻だけシュッとさせてくれれば、今結構自分の骨格に合う眉が流行ってるので、小鼻と目頭の延長線上に眉頭、うん、で小鼻のところ黒目外側の延長線上ぐらいに眉山 で、うんうん、でこの小鼻とこの口角ですね。から目尻の延長線上に眉尻ぐらいのバランスがいいかな。じゃあアイシャドウいきますね。はい、お願いします。ペンシルタイプだ。そう、今回クリーム系のやつ。はい。この方が指でできるから簡単かな。うん、で、こう目開けた時に出てくる二重の線ぐらい、うん、目開けて。でも二重の見えるとこぐらいまでをシュシュシュッとちょっと適当に塗ります。で、これを指でこうやってぼかす、うん、左右にぼかす。おお。それを下にもちょっとだけ、うん、これをぼかす。あら、うん、結構またイメージが変わって。そう、ちょっと下に色を入れてあげると、うん、マスク映えしますね。へえー、マスク映えメイク。本当だ。ちょっと目元を締めるために、うん、ブラウン、ちょっと濃いめのブラウン、はい、うん、目の下にも。もっと目尻、うん、本当だ。やったとしてもこの黒目にかからないぐらいまで、うん、このくらい。そうです、指一本分ぐらい。ではマスカラを塗っていくんですが、はい、まあ、カラーメイクっていうことなんで、うんうんうん、ちょっとマスカラにも色を入れていこうかなと。初めて初めてやるよ。初めてです。やりやすいのは下まつげだけ入れるとかっていうのが挑戦しやすいやり方ですね。なので上はじゃあ黒で、はい、下はオレンジに。はい、私もあまりまばたきしないように全集中。あ、でも全然大丈夫ですよ。あ、今で。わー、すごい。本当にオレンジだ。リップみたい。じゃあ目線上で。でも軽く撫でる感じです。なんか小さいブラシがない人は、うん、あの歯間ブラシ。すごい。歯間ブラシでやってあげると。へえ、すごい。初めて塗った。ちょっと色がつくだけで、ね、色入れるとテンションが上がる。ちょっとじゃあキラキラを入れていこうかな。目頭側。目頭。お目目。あら、キラキラ。キラキラ。私、いつもキラキラを一番最初に入れてたんですけど。あ、そうなんですか。後の方がいいんですか。私はバランスを見たいので、キラキラは後で入れます。おー、なるほど。うん、本当だ。全然キラキラで変わってきますね。ちょっと目尻にも入れてあげると
ここに入れるの初めて。なんかね、ここ入れると可愛いんですよ。ほんとだー。ここ、ここに入れてます、ここに。見える？ここ。可愛い。チークなんですけど。はい。これも、色を合わせるなら、オレンジ系を入れてあげて。はい。今回は、ちょっと、オレンジ、この入れたオレンジも、ピンク寄りのオレンジなんで、はい、うんうんうん、ピンクオレンジ、うん、入れていきます。シャープにした人は斜めに入れるし、うん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 、可愛くした人は横に入れるし、この悪色あるうちの、この辺をちょっと混ぜて使ってます。ちょっとキラキラも入ってますよね。ちょっとね、軽く、この辺を主に取って、これもおまけで。で、これをそのまま乗せちゃうと、めちゃめちゃ強くついちゃうので、うんうんうん、手のこの辺とかでちょっと、鳴らしてから乗せてあげた方がいいです。はい、で一番最初に置いたところが一番濃くつくので、うんうんうん、その笑った時に高くなる、ここを基準に、はい、こう、外に広げるような感じですね。おー。おー、全然違う。かわいい。おー、綺麗。で、ちょっと顎にも同じ色を刺さって置いてあげると、この縦の三角で顔の幅がちっちゃく見えるので、うんうんうん、ちょっと小顔効果があります。ツヤを足したいとかっていう人は、最後にキラキラの肌なじみの良さそうなこういう色ですね、をこの辺に乗せてあげたりします。ちょっとじゃあ今回強メイクにします。これも指でトントントンって乗せたのを違う指で広げるみたいな。あ、ツヤツヤ。ここの三角ぐらいですね。ここへえ。ではリップに移ります。大大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 好きなリップ。そんなに。私リップ大好きです。そうですね。白肌にオレンジっていうのも可愛いんですけど、うんうんうん、ちょっと色の濃い人にオレンジもめちゃめちゃ合います。でちょっと大人っぽくはいしていきますね、はい、もう19になります。まだ19になった。でなんか塗っててあ濃いと思ったら、うん、ティッシュを一回、うんうんうん、例えばちょっと塗りすぎるとティッシュを一度ピッて、えこれかわいい。これかわいい。メルカリで。メルカリでサインを書いて、この YouTube の概要欄に。メイクは終わったんです。イエーイ。髪、表面は巻いてる感じで、はい、で、毛先ちょっとくびれっぽい。はい。絶対に自分じゃできないものを作り上げてもらいます。なんでドヤ顔してるんや。自分がいるわけでもないのに。すごーい。完成ですか？完成です。わーい。完成にしました。黒肌さんでも似合うようなカラーメイクになっています。ですね。すごーい。かわいい。かわいい。じゃん。じゃん。すごい。こういうヘアアレンジをヘアカットしてからやったことが本当になかったので、嬉しいです。わーい。テンションが上がる。テンション上がる。はい。こんな感じで自分ではできないメイクを、黒肌さんにも似合うような形でカラーメイクをしていただきました。皆さんにもね、できるようなアイテムだったりとか方法も結構あったと思うので、ぜひやってみてください。2021年のカレンダーも、この、ね、ヘアメイクさんと一緒に作り上げていきますので、皆さんぜひお楽しみにしていてください。では今回の動画を見てくださってありがとうございました。バイバーイ。